合点です今日こちら大阪大学2024年文系第1問の問題をじっくり解説していきたいと思いますまだ解いたことない方はこれ必ず動画を止めていただいて自力で答案を書いてみてから解説の方に進んでくださいではいつも通り解説の大まかな流れと最終的な答えだけ確認してから詳しい解説に移っていきますまず括弧1図が書けるときは書きましょうということで今回与えられた直線の方ですねこれは点 -10 を常に通って傾きが 2a という直線を表していますと ということで、まあ、絶対値付きの方の関数のグラフも書いて状況を図示するとこんな感じですね。ここで交わっていて、まあ、後で詳しく解説しますけれども3点で交わりそうだということは図を書くと見えてきます。ただ座標を求めるには式で考えるしかなくて、まあ、絶対値付きの方程式の鉄則として中身の政府で場合分けして求めていこうと思います。中身が0以上の時ですねえつまり x の範囲がこうなっている時きれいに因数分解できまして。 A のの範囲を考えてあげるととこの2つとなります。絶対値の中身が負の時ですねつまり x が1より大きく1より小さい時こちらも因数分解をして a の範囲に注意して考えると1つだけということになりますその2つをまとめてあげて共有点の座標はこちらの3つとなります後で詳しく解説をする時に別解ですね場合分けせずに解く方法もあるのでこちらも紹介します では、過去に状況としてはこのような感じで S1 と S2 が等しくなるようなですね A の値を求めていくということになりますが計算をなんとか楽したいわけですね。ということでこの緑で囲まれた S3 というのを考えてあげて S1 イコール S2 という条件をですねどっちにも S3 を足してあげるというこちらの条件式に変えます。そうすると何が嬉しいかというと例の6分の1公式がです,ねすごく活躍してきます。S1 足す S3 の方に関しては この X 軸とこの下に一つの二次関数で囲まれた面積の2倍になってくるので、そちらで求めることができますし、右側に関してもですね、S2 足す S3 についても、この傾きに家の直線と下に一つの二次関数で囲まれた面積として、すぐに6分の1公式から求めることができます。この工夫をしないとですね、もう少し式が煩雑になってきます。もちろん解けることは解けるんですけれども、こういった工夫に気づけるとですね、処理が楽になってきますと。 詳ししくは後で解説をしますでこれらが等しいよという A の条件式ですね立ててあげてこれを解くと A イコール2の3条項 -1 という,ふうに求められますではここから詳しく解説していきますので分からなかった部分とかはもっと掘り下げて聞いてみたいところがあれば重点的に見てみてくださいでは詳しく解説をやっていきますまず過去1からですね図が書ける時は書きましょうというのはもうこの動画シリーズで再三登場してますけれども 増加ことによって設定を理解しやすくなってその後の立式につなげやすくなるというようなメリットがあります。今回もですね2つ式が与えられていますと。y イコール x2 乗マイナス1の絶対値このグラフはすぐに書きたいところですね。y イコール x2 乗マイナス1を書いてあげてその x 軸より下の部分を折り返してくるというふうにして書けるんでした。でもう一つの方ですねこちらこれがどのような図形かというのを見抜くのがすごく重要でしてこれは A に関しては動いていくんですけれどもこの x のところと y のところですねここがどっちも0になるような x y つまりス1 0っていう点を常に通りますと。どういうことかというと A の値がどうなったにせよ x イコール1 y イコール0を代入したり成り立つわけですね。ということはこの 2a っていうのはこの直線の傾きになってますけれども傾きは変わっていくけれどもこの1 0という定点は常に通るよという直線になってきます。 こういういイメージですねでこの1 0っていうのは y x2 乗1の絶対値の方も通る点になっていてつまりグラフの状況としてはこんな感じになります。まあ、あとはこの直線の傾きがですね、まあ、どっからどこまで行くのかということですけれども a が0から1ということで傾きプラスではあるわけですね。でさらにここも気づけるといいなと思うのがこの上にポコッと膨らんだ方の。 x がが -1 に近づいていてったきの傾きがどうなるかですねつまりこれこの直線の傾きを調べてみるとこれは折り返してきた方なので y=−x+1 っていう関数式に対応していましてこれ微分すると2 x ですね。なので x=−1 の時微分係数は2となってきますとここまでよろしいですかね。 2a っていうのは a が0から1まで動くと0から2まで動くわけですね。ということでこの傾きというのはちょうどこの二次関数の方のですね傾きに到達するまでその直前まで動いてくると,ということになるのでえ必ず3点で交わりそうだっていうの分かりますかねこの2つの関数のグラフというのは、まあ、1つは常にもうここ一1 0っていう点で残りの2つこことここで交わってきそうだなっていうのが。 図を書くと見えてきますなので実際に座標を求める時はですねこの後やっていくように式で求めていく必要はあるんですけれども、まあ、最後に出てきた答えがきっと3つになるだろうというのはこの段階で見えます、まあ、そういうふうな見通しが良くなるのがですね、まあ、先に図を書くということのメリットかなというふうに思いますということで、まあ、ここからは実際にですね式で考えて座標を求めていきますと,ということで連立したこちらですよねでこれの 解この x についての方程式の解が共有点の x 座標になっているというのが解と共有点の関係でした。まあ、y 座標が等しいよっていう式ですよね。y 座標が等しくなるような x についての式というのがこれです。で絶対値が含まれる場合はですね、まあ、鉄則としてはまずは中身の政府で場合分けするという作戦になってきます。ですので今回も絶対値含まれる部分がここになってくるので、この中身の政府で場合分けをしていきます。で実はは今回はですね場合分けせずに 同でででやってていいく方法もあるのでそれは後で解説をしていきますでまずは原則にのっとってですね場合分けをしていきますじゃあまず中身 x2 乗マイナス1が0以上の時これ2次不等式解いてあげると0以上のところっていうのは x がマイナス1以下もしくは1以上の時ですねこの元で考えますとその時絶対値を外すことができてこちらですねで x2 乗マイナス1これはパッと見2次方程式なんで x についてですね、好べきの順に整理したくなるんですけれども、よくよく考えてみるとですね、x 二乗マイナス一っていうのは二乗の差になっていて、x プラス一と x マイナス一に因数分解ができますで。なぜこれをやりたくなるかというと、もう右側に x プラス一があるからなんですね。方程式、二次方程式解いていくときの鉄則としては、まあ、因数分解できるものがあれば因数分解してすぐに解を求められるわけですね。ということで、 この因数分解の形がすぐに見えればですね左辺を因数分解して x プラス1でくくってあげてもうこれで解が求められる形になっているというのを見抜けるといいかなと思います。でここまでいった段階で x イコールマイナス1と 2a プラス1っていう2つの解の候補が見えてきます。ただあくまでも今回は x の範囲があってこの範囲の中で考えてる話になってくるので。 この 2a プラス1の方ですね、マイナス1はもう確定なんですけど、2a プラス1がどこら辺を動くのかっていうのを調べる必要があります。で、a の範囲は0から1までなので、これを用いると a、2a プラス1というのは、2a が0から2まで,で、それにプラス1してあげて、1から3まで動くことになると。つまり、この値っていうのは1より大きいわけですから、x1 以上で考えたときに解に入ってくるよねということで、えバシッと2つ求められます。よろしいですかね。 もちろん式で考えるのは大事ですけれどもさっきのグラフに戻ると今考えているのは y イ x 1 y イ x2 x 乗とと 2a かける、x、プラス1との解でしたつまり折り返す前のはですねこの下に一つの放物線と直線の交点を考えていてそれは確かに2つありそうですよね。マイナス1今回含めて考えていてマイナス1とあとは右側にもう1個ありそうだということで、まあ、これは放物線を折り返してきても生き残ってくるはずなので。 まあこれで2つあることはグラフからも見えます。では、場合分けの2つ目ですね。絶対値の中身がマイナスのときを考えます。今度は逆に、負の方の x の範囲になってくるので、x はマイナス1より大きく1より小さいときですね。この範囲で考えますと。そのとき、左辺の絶対値を外すと、これマイナスがついてきまして、ただ解き方としては一緒ですね。結局やっぱり x プラス1が因数に出てくるので、こうなってきて因数分解ができますと。符号にだけ要注意ですね。 まあここから x イコールマイナス1とあとは1マイナス 2a っていうのが候補として出てくるんですけれども今回考えている x の範囲はあくまでも倍分けの前提としてマイナス1より大きく1より小さいなのでまずマイナス1は弾かれますイコール含めてないですからねでもう1個の1マイナス 2a の方がどうかなっていうと a の範囲が0から1までなのでまずマイナス 2a の範囲っていうのはマイナス2より大きく0より小さいとでここに 全部の辺にプラス1してあげて 1−2a というのはス1より大きく1より小さいとなってきます。ですので確かにこの x の範囲に入ってくるよねということでこれは解として認められて解は x=1−2a のみです。まあ式で考えているとこうですしさっきのグラフの話でですねこの上にポコってなっている方が y=−x=1 イコール x 乗プラス1の方でしてこことの共有点っていうのも2個あるはずで。 で今回ス1は含めないのでマイナス1より大きく1より小さい範囲での解っていうのはこの右側の方のみになるはずだということで、まあ、1個だろうということで、まあ、無事に x イコール1 2 a 見つかったので OK かなという形になります。ということで x ですね3つ見つかりましたと1 1 2 a 2 a 1と、まあ、さっきのグラフのイメージから、まあ、これが小さい順になっていることは イメージできるといいかなと思いましてあと今回共有点の座標を求めないといけないので y 座標を求めないといけないとマイナス1の時0っていうのはもうさっき求めてますけれども1マイナス2円の時ですね直線に代入しても二次関数の方に代入してもどっちでもいいですけれども代入するとこんな感じになってきますとなってきてこの3つがですね共有点の座標となってくるということでフィニッシュですで今回はですねカッコ1カッコ2で x の範囲に重複をつけてません絶対値の中身が0以上になるのが1つ目で 0より小さくなるのが2つ目だったので重複つけてないので共有点自体が重複することがないわけですね。の範囲切り離して考えているのでそれぞれで出てきた X の座標が一致することはありえないということでこれでフィニッシュですけれどもまあ両方にですねイコールをつけることを癖にしちゃってる方も多いかなと思いますま。その時はこの2つで X の範囲かぶっちゃってるのでそれぞれで出てきた 共有点の座標っていうものが一致しないかどうかっていうのは、しっかりと確認する必要があって、そこだけぜひ注意をしてみてください。よろしいですかね。では別解として、絶対値をですね、中身の政府で分けて外すんじゃなくて、二乗して、場合分けせずに外す方法を紹介します。まあ、論理がすごく大事になってくるので、ぜひ論理をですね、自分でも考えながら聞いてみてください。まず元の方程式こちらなんですけれども、これを両辺二乗しますと で単に2乗するだけじゃなくてここを同値変形にするためには、X、がが以上という条件がくっつきますこれがかつで結ばれると。これが同値になるのは納得できますかまずは元の式ならば今の式の方を考えてみるとこれはまず2乗した式っていうのはもちろん元の式が成り立っていれば2乗式も等しいんで成り立つと。でかつ元の式において X 乗1の絶対値っていうのは必ず0以上になってくるので。 も以で a っていうのはもともとプラスの範囲を動くので x+1 プラスが0以上じゃないといけないよねっていうことで確かに x は −1 以上っていうことになってきますと,ということでこっちならばこっちは OK ですね。じゃあ次上ならば下言えるのかというのを考えると x−1 の2乗イコール 4a2x+12 プラスかつ x が −1 以上のときまず x−1 の絶対値っていうのは。 この2つのつ可能性があるわけですねでも x が1以上っていう条件がもともと前提としてあるのであればこれ下の式になることっていうのがありえないわけですね。まあ、x が1の時っていうのはまあどっちでも値一緒になるのであれですけれどもこの上の方でバチッと一致してくるということで確かに上ならば下っていうものも成り立ちます。これは納得できますか例えば x 乗イコール y 2乗があった時に。 かつ y は0以上だよっていうのが言われるとこれは絶対値 x っていうのは y と等しいよこれと同値になってくるわけですねつまり x 二乗イコール y 二乗って言われたら x イコールまあプラマイ y っていうのを考えたくなりますしまあ x に絶対値ついてもプラマイ y となってきますけれども y が0以上であればマイナス y の方を考えなくて済むんで絶対値 x っていうのは y と等しいよこれと同値になってくるわけですねあわか,からなければこういう単純なもので考えてみてください ということでちゃんとこう x がス1以上っていう条件をかつでくっつけたもののと同値になるというのがポイントですそうするとさっきと同様にですね x ス1っていうのは因数分解できて x+1 プラスっていうのが出てきてその2乗になるので x+1 プラスの2乗でくくることができますそうすると x ス1の方の2乗 -4 へ2乗でここにさらにですね2乗の差が出てきます そうすると因数分解をして x-1 プラス 2a と x-1-2a この2つに分けることができてそうするとイコール0になっているので x プラス1が0になるか x-1 プラス 2a が0になるか x-1-2a が0になるかということでそれらに対して x 求めてあげるとこの3つとで今回 a が0から1まで動くときこれらが等しくなることがないのでこれらが共有点の x 座標だと いうのを言い切れます、まあ、こういう感じで場合分けせずに解くこともできるんですけれどもま同、あ、値変形が若干ややこしいのとあとはまあ最後出てきた答えがですね A の範囲が0から1までの時被ることがないよっていうのを言わないといけないとこが注意点かなというふうに思いますでは括弧2に行きますまあ、よくある囲まれた面積を考える問題ですけれども何を考えるかというと囲まれた2つの部分ですねそれらを S1 S2 と置いてますけれども この2つの面積が等しくなるような A の値を求めてねという問題ですで素直に考えるとですね今こう3つの共有点の x 座標を求めたわけですから s 1を考えてで s に関してはもうすぐに6分の1公式使えそうですよね6分の1公式何か分かんない方はですね是非 OK 用語の方で復習をしておいてくださいこれはもう必須の公式かなというふうに思います同、まあ、質も大事なので是非同質も合わせて確認してください S2 に関しても、まあ、求められないことはないなとえつまり下の関数が式が変わるので、まあ、この x イコール1で分けてあげてこの左の部分と右の部分それぞれ計算して足せば S2 が求まるなとでそれで S1 イコール S2 にして A の値を求めれば OK っていう、まあ、素朴な方法はすぐに見えるかなと思うんですけれども何か楽できないかなっていう発想はすごく大事ですね、まあ、特に旧定大の問題において こう処理の工夫によってやっぱり回答時間がすごく変わってくることっていうのも多々あります。なので常にこういう何かもっと楽ができないかっていう視点を持っておくのはすごく大事です。えまず1つ目ですね、まあ、今回の問題ではですねそこまでややこしさ変わらないんですけれども、まあ、これはこれで威力を発揮する場面があるのでちょっと1つ脱線して復習しておきたい考え方があるんですけれども、まあ、2つの面積等しくなるよっていう時に S e チ S2 を求めてイコールっていうのでもいいんですけれども実は S1 S2 が、A、0っていうふうに捉えてあげてですね今回実はちょっと別の図形で考えてみた時に例えばですけれどもこういう2つの S1S2 の面積等しくなるような何なか条件を求めてねみたいなことがあった時に S1S2 それぞれ求めるのではなくてこれ実はですね A から C まで例えばこっちを f x 下の直線を y=g x とした時に f ス g x を a から c までまとめて積分したものがゼロこの式で立式することができるんですね。これは納得できますか、まあ、つまり s 1に関しては a から b まで f ス g x を計算して 積分することになりまして、S2 に関しては b から c まで gx-fx を計算していくわけですね。ちょっと端折ってますけれども、これで、それなら2つがイコールだよっていうと、ちょっと計算量が発生してしまうんですけれども S、s1-s2 が0っていうことで、この -s2 というところで、この g-f を f-g にひっくり返してあげて、すると s1 を足すことになるので、結局この積分の連結ができて、 この式ででで考えるるこことができるわけですねでこれはグラフのイメージとして捉えるのもすごく大事で f x g x っていうのが、まあ、これ最初プラスの値を取っていくわけですけれども b を境目にしてマイナスの値を取っていくわけですねこう負の面積みたいなイメージなので足していくと最終的に0になるよっていうところで s=s2 h の条件を表すことができるということ、まあ、これはこれですごく大事な知識なので。 これで計算量が減ることもあるのでこれは是非押さえておいてほしいんですけれどもまあ今回に関して言うと積分を1つにまとめたとてですねまあ途中でやっぱり積分の式が変わってきちゃうのでそこまでうまみがありませんということでまあ別の工夫をしますま。やっっぱりのの公式っていいいいうのが偉大ななででそれをを使いたたいるべく楽に面積を計算したいわけですねということでここの S3 っていうここの緑の図形に着目をします。 イコール S2 の条件を考えるのに両方に S3 足してあげたとしても全く同じ条件になってくるわけですねでなんで足すと嬉しいかっていうと S1 足す S3 を考えた時にこの2つの上に1つ下に1つの2次関数で囲まれた図形の面積になってくるんですけどこれ折り返してるだけなので要するに片方を2倍すればいいわけですねこれでは例えば下の方の x 軸と下に1つの2次関数の囲まれた図形を 2倍すればよくてでこの図形っていうのは6分の1公式でサクッと求められるんで OK S1 たで S2+S3 はっていうとこれがすごくやっぱり嬉しいんですけどこの今ピンクで塗っている図形になるのでこれもやっぱり下に一つの二次関数とこんな斜めの直線ですよねによって囲まれた図形の面積になってくるので S2+S3 も楽になると。 S2 単体だと面積求めるのめんどくさそうだったんですけど S3 足すことによって6分の1公式で楽ができそうだっていうのが見えますなので S3 足してもう全部6分の1公式で計算できるなっていうのが見えるといいなというふうに思いますつまり S1 イコール S2 っていうのは同値になることの S1 足す S3 イコール S2 足す S3 で S1 足す S3 っていうのは先ほども話した通り X 軸と 下ににとってのの二次関数との囲まれた面積の2倍になるってここがマイナス1から1までなのでまあ式としてはこんな感じで6分の1かける係数2次の係数マイナス1なので6分の1ですねまあ係数があればその絶対値っていうのがこの分子にかかってきますこれ忘れやすいので気をつけてくださいで積分区間ですね今回マイナス1から1までなので1からマイナス1を引いて3乗と。 いうことで面積求めこれて計算するとと3分の8なりますぜひ公式の同質も含めてですね知識あやふやな方は復習をしておいてください。で S 2足す S3 に関しても直線と下に凸つの放物線で囲まれた面積になってきて直線の式マイナス下に凸つの方の2次関数の式で積分区間はっていうとこんな感じになっていたのでマイナス1からあとは一番大きかった 2a プラス1の方ですね ここまで積分していくことになります。こちら。で、x 乗の係数マイナス1なので、6分の1ですね、をかければよくて、で、積分の上端の方、2 a 一マイナス下端マイナス1の3乗ということで、こちら、3分の4かける a+1 プラスの3乗となります。このままいきます。つまり、これらが等しいよということで、この式が成り立つと。 で塊ですね A 1っていうものの3乗が2つまり A+1A+1 実数なので2の3乗根になってくるということで A はこちらと求められまして最後しっかりと A の条件ですね0から1までっていう前提条件を満たしているかというのを考えて2の3乗根っていうのはこれは1より大きく2より小さいですね3乗して2になってくる数なので、まあ、1だったら3乗しても1ですしえダメだけれども まあ2に近づいていくと2を超えちゃうのでダメということでこの値は1から2までに入ってくるので確かに a の値っていうのは0から1に入ってきます。よってこれが答えだねということでフィニッシュです。い,いかがでしたでしょうかまあ括弧1に関してはまあ是非倍分けせず同値変形で引ける別解もですね論理の確認として是非押さえておいてほしいですしまあ括弧2に関しても処理の工夫っていうですね え、旧定題のま理系文系問わずすごく大事なテーマになってくるのでより楽にできないかっていう発想のためにもですね、復習をしておいてほしいのとあとは今回の問題では役に立たなかったですけれども2つの部分の面積等しいよっていう時にまあ、積分を連結して一気に定積分してイコールゼロっていう条件を立てることで楽ができることもあるのでその知識もぜひ復習をしておいてくださいでは今日もお疲れ様でしたありがとうございました